こんにちは今回は訪問者を驚かせて焦らすための仕掛けを追加していこうと思います Web ブ,ブラウザは JavaScript というプログラミング言語を実行することができますこれは特に何もしなくても元から環境が備わっているので非常に簡単に扱うことができます試しに表示タブから開発管理を選択して JavaScript コンソールを開きますするとこんな感じの入力待ち状態になるのでアラート括弧ダブルコートでくくって Hello と入力してから Enter で実行してみます。こんな感じのアラートが表示されましたプログラミング言語なのでいろいろな動作を命令することができて wild(true) h の後に先ほどのアラートを書くと無限にアラートを表示することもできます Chrome だとタブを閉じると終了できるので大したことはないですが古いブラウザなどで実行すると大変なことになる場合があるので気をつけてくださいさて JavaScript はブラウザから直接実行することもできますがファイルとして保存してそれを呼び出すこともできます Atom から新しいファイルを作成して index.js として保存します JavaScript ファイルの拡張子は .js にしなければなりませんアラートでカッコの中に HelloWorld とでも入力して保存します インデックス .html を開いてボディの終了タグの直前にスクリプトというタグを作成します外部から JavaScript ファイルを読み込むには src という属性をつけて同じディレクトリ内のインデックス .js というファイルなのでこのようにすれば OK です保存してリロードすると アラートが表示されていることが確認できました1から JavaScript を書くのも大変なので今回は View という便利機能を外部から読み込めるものを使っていこうと思いますこういうのを JavaScript フレームワークといい View は有名どころ3つのうちの1つです viewjs.org にアクセスすると公式サイトへ行きます get started から少し下にあるこのスクリプトタグをコピーします これを index.js を読み込んでいるスクリプトタグの上に貼り付けます先にビューを読み込んでほしいので必ず上に来るように配置してください保存してリロードしてから JavaScript コンソールを開いてみますすると You a r ン running ビュー in development mode というメッセージが表示されており正しくビューが読み込まれていることがわかりますそれではビューの機能を使っていこうと思います まず基本的な使い方としては const.up="new view() として括弧の中に中括弧を作りこの中にいろいろ指定しますこれも意味を追求すると難しいので魔法を発動するのに必要な呪文ぐらいに思っておいてください el=" コロンという形でダブルコートで囲ってビューの効果を発動させたい範囲を指定します例えば sharp=" として index.html のこの範囲で使いたいときは 大元のタグに ID という属性をつけて値に UP と指定すれば OK です他にもいろいろ指定します終わりにはカンマをつけてデータとメソッドを追加しますデータの中核の中,核の中には文字通りデータを書きます適当な名前コロン値というようにして保存してインデックス .html に 段落を追加して内容を中括弧中括弧メッセージのようにしますするとメッセージとした部分がデータの中のメッセージの値に変わって表示されていることがわかります少し文字が小さいので「Is」サイズ4ぐらいに大きくしておきます メソッツの中には、名前付ききで行いたいた操作を書きます。例えばこんな感じでアラートを表示する部分を収めてやると「ハローという名前のアラートを表示する操作ができましたこれを利用するためにリンクの A タグから HREF 属性を削除して無害なボタンタグに書き換えます。 保存して確認すると実に無害なボタンができています。ボタンをクリックで何かを起こすためには、von コロン,クリ,ク,ンクリックという属性を追加します。値に指定した名前の操作を実行することができます。今回はハローという名前の操作を実行したいので。ハローと入力します。保存して確認すると、ボタンクリックでハローという名前の操作が実行されていることがわかります。 こんな感じで次回はボタンクリックでまるで写真が撮影されたかのような演出を作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。